メルセデス・ベンツ・イクックは、ドイツの自動車メーカーであるダイ・ムラーが、メルセデス・ベンツブランドで展開している、電気自動車である。ジェネレーション EQ 2016年9月30日、パリモーターショー2016にて、ケースという中期戦略のもと、ジェネレーション EQ が発表された。モーターは3 0 0ット、航続距離は最長5 0 0トル。 N2932018 年9月4日 E クックが発表された。モーターは前後に2個搭載され、合計で最大出力 402HP、最大トルク 76.5Kgm。バッテリーはリチウムイオン電池が搭載され、蓄電容量は 80kWh。航続距離は 450km 以上となる。2019年7月4日。 国内導入が発表された。日本市場にはイークック404マチックと外内装を変更した発売記念特別使用車イークックエディション1886が設定され、納車はイークックエディション1886は同年10月以降イークック404マチックは2020年春となるイークックエディション1886は55台の限定で、 同年7月18日からメルセデス・ベンツオンラインストアで先着順のウェブ商談予約が開始された。2021年4月20日 E‐ クック404マチックを一部使用変更。装備内容が見直され、標準装備されていたクライメートコントロールとエナジャイジングパッケージをレザーエクスクルーシブパッケージにステンレスランニングボード、プライバシーガラス、 ヘッドアップディスプレイを AMG ラインにそれぞれオプション装備として追加、グラススライディングルーフを単独のオプションとして設定されたことで、車両本体価格が従来モデルよりも185万円大幅、値下げされた。メルセデス・ベンツが考えるコンセプト、ジェネレーション EQ、パリモーターショー2016現地レポート。2019年7月6日閲覧。メルセデス・ベンツが、 初の市販 EV、E-CUC を発表。400馬力、後続 450km の電動 SUV。2019年7月6日閲覧。メルセデス初の量産型ピュア EV、E-CUC が上陸デビュー記念の特別使用者から、ウェブでの受注を開始。2019年7月6日閲覧。メルセデス初の電気自動車、E-CUC404 マチックが、装備見直し。 大幅値下げで再登場。オートスポートウェブ2021年5月6日閲覧。ありがとうございます。